美味しい。味の方は今のその方向でいくとして、はい、でいざこう商品としてこうお店に出した時にやっぱごぼうの歌と、はい、まあ、元々こうコラボっていう、うん、絡めていきたいっていうのがあるんで、これをだから食べた人はごぼうの CD もついてくるとか、ごぼうの CD ついてくるそもそもだからごぼうの CD をこういくらで販売させてもらうのかっていうのもあるんですよね。どう、まあ、ごぼうだけにやっぱ俺は500円にしたいな。ああ、いいんじゃないですか、リーズナブル、リーズナブルで、うんうんうん、ごぼうの500円、これが大体いくらになるんでしたっけ。そうですね、いつも大体あの限定メニューは980円なんで、はいはいはい、単品だと980円、はい、とその CD をつけると、うん、980プラス500だから、はい、1480円、うん、カレーだけのやつとその CD とセットのやつと、2パターンある。ああ、そのセット頼んでくれた人だけ、はい、なんか何かプレミア、プレミア、そうそうそう、はい、プレミアなんか、まあ、別サインかなんかその記念のなん記念サインかなんかわからないですけど、はい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 、あ、それか生写真1枚つけると、あ、ごぼうえ、ごぼうのいや違う、ごぼうの歌の、あ、ごぼうの歌の、はい、さすがアイドルですね全くその生写真で貸さなかったですけど、アイドルっぽい、アイドルっぽいつけるっていうことでいいのかな。はい、いいと思います。はい、生写真付きっていうのはどう思いますか、マネージャー。いいんじゃないですか、ね、え生写真あんまり、え、私は欲しくないですけど、 ののこちゃんの生写真を付けるとかののこちゃんのもつけるとかねいいですか。1,2,3,4,5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 
いや、これは楽しみですね。はい。